ちの3位に男性の勘違いしてるなーってつくづく思う行為は、勘違いしてるなーって思うのは、これは仕方がないことだとは思うんですけど、女性側もただただ急いで性欲を満たしたいっていう時があるんです。こう、性欲っていうのは生理現象で、もうムラムラしちゃうと集中できないとかが女性にもあって、早く満たしたい、早く済ませたい、急いで急いでとか、そういう時もあるんです。そうじゃない時もあるんですけど、そんなに丁寧に準備されなくてもいいし、そのもっと手軽に早く済ませたいという時もあってですね。なんて言えばいいのかな。いつもラブラブな感じでこうお話ししたり、あ、気持ちいいとか言いながらやんなくて、まあ大丈夫なんですね。時間をかけてこう楽しくするときと、あとパパッと済ませるときの2パターンがやっぱり必要で、あんまりエッチに時間がかかりすぎてしまうと、だんだん心の中で私は、なんかこの時間があったら他に今日いろんな提出するものできたのになとか、ちょっとなんか今日うまく時間管理できないな、なんかイライラして苦しいとかになっちゃうので、時間かけてやるのばっかりが普通のエッチだっていう風に間違った情報が流布されてるので仕方ないんですけど、すっごい適当に流れ作業で何かしながらついでにっていうのも大事、そういうのが必要だってことも強調しておきたいと思います。